breakfast or I get. I'll be seeing you then. Be careful, though. はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ダークソウル、前回ですね、4人の皇后を倒して、まあ次のね、王のソウルを持っているやつをどっちに行こうかなと、まあ思っていたんですけれども、まあ先にね、ちょっと寄り道の方を、していきたいと思います。この闇村のところから、大樹の移ろっていうところに行けますので、まずはそちらに向かってね、ちょっとアイテム回収とかをしていこうかなと思ってます。じゃあちょっと、行きましょう。じゃあここですね、ここから大樹の移ろへ行けるので、ちょっとドクってるけど進んでいきましょう。でまずここは盾があって、なんかそう隠し通路があって、人間性の双子があって、さらにこの後ろにもあると。で奥へ進んでいくと大樹の移ろで、ここはね結晶トカゲがねいっぱいいるみたいなんだけど、なんか誰か死んでったね今たまにある誰か死んでく現象で、結晶トカゲが倒せなかったり、あれまたなんか死んでったな誰だまあいいんだけど、まあ、ロードしたりするかもしれないです。出現しなかったりすることがあるんでね。順路で行く、このまま普通に木を伝って降りていきますか。こことかにもいそうな気がするんだけど、ちょっと分かんないな。いなそうだな。でどっちだ、こっちか。ああれはアイテムか。あいたあれ、おお倒したね、塊か。まあ、原盤を落としてくれればねいいんですけども、そううまくは、やばい死にそう。この中とかはいない、ちょ出れないんだけど。待って、なんで、あ、いけたか。ん、あれは敵だっけ。塊ゲット。あ、バジリスクがいるんだ。やばい。人間性があればね。ちょっと待って、呪いは結構蓄積値が、ちょ、うざいんだけど。こいつら多分呪われた人たちか。やばい。よし。
ほんと呪いは最悪だからね。ソウルをゲットして、さらに下、こっちに行けそうだね。なんか死にそう。行けねえんだけど。こう落ちるしかなくね。もう落ちて一番下の方まで落ちると死ぬからな。もう道とかわかんねえし。行くだけ行こう。こういうところに引っかかってさ、で多分こうやって降りていくんだろうけど、途中の取り逃しとかもありそうだからね。まあ本当はこうマップをゲー覚えながら行くのがいいんだろうけど、ここ行けそう。怖い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 。でこっち行けそう。怖い怖い怖い。でアイテムをゲット。青い塊か。炎系とかだっけ、青いやつは。あんまり使ってないからね。なんかもう黒騎士の服装手に入れてから服装ばっかだからな。どこまで飛び降りられるかだよね。これをこっちに行こう。あれで、待って、どこにも行けないぞ。これ飛び降りて大丈夫？あー死にそうだ。ちょっと待って、またバジリスクがいるよ。おりゃ、もうなんか一気に下まで来ちゃったんだけど。バジリスクってでもさ、なんかいいアイテムとか落とすの？一応ね、下に降りるはしごがあったにはあったんですけど、もうちょっとここら辺を見たい。これ上に戻るときってあれとかね、取ってないからね。こっから下とかもまた行けそうだな。まあいいか、はしごを伝っていこう。うわー、バチリスク地帯だ。ちょっと危険。まあ、ただ一発で倒せるといえば一発で倒せる。ちょっと蓄積がやばい。あいつ引っかかってんな。あ、来てる。あ、引っかかってるけど、複数体を相手にするわけじゃなければなんとかなりそうだけど、ちょっと待って。ああこれは、ちょっと待って、どういう状況？もうわけわからんよ、もうわけわからん。死んだ。ここ降りれるかな。降りれた。え、ちょっと待って、死んだ。おお、死の瞳とか持ってるんだ。よくわかんないけど。ああ、それでなんかこっちの方に来るのか？なんかどっちも行けそうだな。こっちから行ってみるか。ここだ。え、何か
隠し通路かなんかあんの？今日わかんない。何が、あ、これね。もうめっちゃ降りてんな。なるほど、これで下まで。これ多分順路だね、今の。めっちゃ落ちてきたけど。で、またバジリスクがいるんだよな。あー、おー、ちょっとわからんけど。やばい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 、これやばい、これやばい、これやばい、これ待って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 、本当によくここで死ぬな。お、緑化の指輪をゲット。これはスタミナ回復が早くなるのかな。あー、そこに結晶トカゲがいる。いるけどわからん。生き方が。弓じゃ倒せないよね。青の塊で下にバジリスクがいっぱいいるな。呪術で焼く。あんまり射程距離長くなかったわ。あのアイテムを取りたい。これ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 、騎士のソウル。やばいやばいやばい、呪いだけはマジ勘弁だからな。あっちにもアイテムがあるけど、行き方がわからない。このまま下に行きますか。下にもアイテムが見えるけど、地形がほんと複雑だな。よくここに落っこってきて死んでたな俺。大事を取ってエストのも、バジリスクがいっぱい落っこってきてる気がするんだけど、こいつら好戦的なんだよね。前回どっかの森であったこのマタンゴは好戦的じゃないんだけど、ここにいるマタンゴは好戦的だから気をつけていかないと。あそこにもアイテムが見えるけど、これはどう行けばいいんだ。こっちに降りてみる。足を滑らせて落ちそうなんだよね。もう行き先がわからない。もうこっちの方から上にも行けそうだけど、こう降りてくるんだなきっと。ってことはこちら辺にアイテムがないか。あれ、いけない。まあ下に降りていきますか。じゃあ落下攻撃であいつ倒せそうな気がするな。なんか影があるんだけど、死んでる。げっ、超いっぱいいる。あいつらでも引っかかってる、やつらは引っかかってんね。これね、お茶目な感じしてるんだけど攻撃力超強いんだよね。こいつはマジワンパン食らったら死にそうな感じ。ヒットポイント高くね。倒した。よし。チビマタンゴはなんとかなるか。あいつ燃やせねえかな。え、何これ。
動だ。おお、え、いて、いて、やっぱり強い。いて。足場が、足場がなんか、あれ。ゴリ寄せ。こいつなんで動かないの？すっ、逆に怖いんだけど。かわいそうだな。いやー、キノコの死体がいっぱいって、なんかバジリスクも死んでるしね。で、こっちか。細いけど先へ進める。行きましょう。全然結晶とかで倒してないな。で、灰の湖ということで、向こうにかがり火が見える。ここはね、竜の鱗がね、結構いっぱいあったと思うんだよね。特段なんかこれといったボスがいるわけではないので、普通にアイテム回収ですね。まずはちょっとかがり火を灯しましょう。一応ここら辺のあれを見とこう。心が折れそうだ。そうなのか。よし、あれ、エストはそうか、5までしか回復しないのか。人間性をこんなところで捧げるわけにもいかないしな。下に注意。死ぬってこと？これ絶対死ぬでしょ。竜の鱗をね、ちょっと取って、大竜がを鍛えたいんだよね。大竜がを。あ、ヒドラがいる。ヒドラが、あのヒドラってなんか遠くから狙えないかな。まあ、あの湖にいたねヒドラと大体同じ戦い方でいいと思うんだけどね。首を一体ずつ倒していく。あんまり来すぎると多分また死ぬからね。え？来ないんだけど。結構ヒットポイントは高いか。おお、いった。ちょっとガードしきれなかった。アイテムが見えるからね、あれを取りたいんだよね。ガードをするとスタミナを持っていかれるかな。旅客スタミナ回復が早くなるやつ。オーラ当たってない。ちょ、旅客速攻。なんか当たってる気がしないんだよな。あ、これはかといって行き過ぎると死ぬからね。4日早いな、やっぱりスタミナ回復が。
か弓で狙いそうな気もするんだよな。弓がどこにあるか分かんない。ちょ待って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 、あと何個、まあまあまあ、あるか。あ、倒した、倒したわけではない。弓、これでもチクチク狙っていこう。本体さえ倒せば、他に首が残ってたとしても、もうちょっとかな。倒した？OK。 竜の録音2個やったぜ。これよ、これ、これが欲しかったんだよ。まあ、多分ね、大龍河とかよりね、不装の方が使いやすいと思うんだけど、龍のロコゲット、せっかくね筋力を鍛えたんで。で、ここも竜の鱗と。うわ、貝殻がいる。こいつ強いんだよね。意外に攻撃力がね高い。間合いをもっと回復しないと。3発くらいかかるか。でね、パカってなった時になんかアイテムがあれば拾える。なんだっけな、結構いいやつ持ってたと思うんだけどな。お、アイテムを拾う。おお、光るくさび石か。竜の鱗、よしよしよし。あれ、そういえばさ、ここにさ、なんかドラゴンがいてさ、なんかドラゴンウェポン手に入れられたような気がするんだけど。竜の鱗はね、限りがあるからね、まあ、周回すればそりゃ手に入るんだけど。どうやって行くんだっけ。こっちも行けそうだね。今なんかいた？うわ、バチリスクか。めんどくさ。そう、ここ下行けるんだよね。その前にちょっとこっち普通に見てみよう。バジリスク地帯だな。ここはなんか弓とかでなんとかしたいところではあるけど。え、来るの？こっちまで。ちょ待って、てっきり段差になってるかと思った。一網打尽。そしてマタンゴ君がまたいるか。
動きは遅いからな。どこだこれは。ああこっちの方に戻ってきたのか。じゃあさっきのこの下だね。ここに行ってみよう。よし、それね、あ、ここにアイテム、大魔法防具。進行上げてないからな、使い道があんまりないんだよね。でここはこれでさっきのところに戻るということか。かがり火を発見して竜がいるんだけど、こいつは別になんか戦うとかっていうわけじゃないんで誰かが一緒にいる。交流に祈る、制約を交わす、立ち去る。まあ別に制約交わす必要はないから、あんまりそういうのやってないからもう。で後ろの方行ってね、交流の尻尾があるんだよね。でこれで交流の体験が取れると。で別に敵対するわけではないので、交流の体験をちょっと見てみようか。大竜河を鍛えるか、交流の体験を鍛えるか、どっちかにつぎ込もう。交流の体験390。あー能力補正はないのか。筋力50、50か。あとは振りやすいかどうかだね。一応ちょっと両手で重っあそうか、これあれか、耐久力が下がっちゃうやつだ。飛竜の剣の体験バージョンっていう感じかな。390、大竜が290か。でもまあこっちの方が使いやすいかな。これ振りがでかいんだけどね。なんかこう叩き潰すっていう感じがいいよね。あれ鍛冶屋さんだったら誰でも鍛えられるんだっけ。まあここはこんなもんでいいかな。あんまり結晶トカゲ狩れなかったけど、まあ、ちょっとそれに費やしてる時間もないんで、とりあえず竜の鱗をゲットできたので、一回浄化不死局アンドレイのところに行きましょう。こいつを強化したんだよ、この大竜河を。大竜河1、1万円もすんのソウル1鍛えるだけで。マジか、いやもう一回鍛えよう。金がない単純に金がない。ただこれで攻撃力自体はいくつになった。普通が300いくつだもんね。あ能力補正は D か。まあ E じゃないだけマシか。普通が367か。で能力補正 D と E がついてるからな。大竜河でいこう。ちょっとずっと不装を使ってたからね、叩き潰すスタイルでやっていきましょう。
で、そうだね、ちょっとソウルを、あ、この先のまた例の場所でソウル稼ぎして、まずはちょっと大龍河を鍛えられるところまで鍛えていきたいと思います。いくらくらいかかんだ、それだけ調べとこう。あ、これだともう無理なのか。あ、いや大丈夫大丈夫大丈夫、見れるは見れるか。大龍河、あ、基本1万円なんだ。2個であれば、でも2個2個3個だな多分。もう2レベル、あと2万か。え、あと2万だったらさ、なんかソウル割る？結構ね、ソウル割っちゃったんだよね。英雄のソウル2つあるじゃん、これ割ろう。これで2万ゲット、強化大龍が大龍がで最後4つだしあと2つか。まあいいや、でも4まで来たから400超えたね。よーし、これでいこう。じゃあ次目指すところはどうしようかな。相変わらず悩んでる。I'll be seeing you now.